アンタルドラティは、ハンガリー出身の指揮者、作曲家。アメリカや北欧での活躍が長く、また、イギリス女王エリザベス2世からナイトに除任されている。1906年4月9日、ブダペストに生まれる。父アレクサンダーは、ブダペストフィルハーモニー管弦楽団のバイオリニスト、母、マルギトは、ピアノの教師だった。ウィーン大学で学ぶとともに、 フランツリスト音楽院で、コダーイとベイネル・レオーに作曲を、バルトークにピアノを学んだ。1924年には18歳でデビューを果たし、ブダペスト国立歌劇場で活動した。1928年にはドレスデン国立歌劇場でフリッツ・ブッシュのアシスタントとなり、1929年にはミュンスター私立歌劇場の音楽監督となった。 その後ドイツ各地に客演したが、ナチスに追われて、イギリスへと渡り、1935年には、モンテカルロロシアバレエ団の指揮者となった。この時期には、ヨハン・シュトラウスの音楽に基づいた、バレエ、卒業記念舞踏会を作成したり、ナチスの対等により活躍の場を制限されていた指揮者、ゲオルグ・ショルティに、指揮の機会を与えたりしている。 モンテカルロロシアバレエ団との関係は1945年まで続いた。ドラティのアメリカでのオーケストラ指揮者としてのデビューは1937年、ワシントンナショナル公共楽団との共演であった。1940年にはアメリカ合衆国に移住し、1947年に帰化した。1945年から1948年には、 ダラス交響楽団の常任指揮者を務めた。ダラス時代には1948年にチェリストのヤーノシュシュタルケルを主席奏者に招いているが、翌年にはメトロポリタン歌劇場へと転出した。1949年にミネアポリス交響楽団を指揮してバルトークのビオラ競争局の世界初演を行った。さらに、 1949年から1960年には、ミネアポリス公共楽団。1963年から1966年には、BBC 公共楽団。1966年から1973年には、ストックホルムフィルハーモニー還元楽団。1970年から1977年には、ワシントンナショナル公共楽団。 1975年から1979年には、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団。1977年から1981年には、デトロイト公共楽団でポストを得た。さらに、ハンガリードーラン後の亡命者を中心に、西ドイツで結成されたフィルハーモニアふんがり家の音楽監督を長く務め、デッカレコードに、ハイドンの公共曲全集。 古代の還元楽曲集などを録音している。1975年に自助伝を上司した。1983年にイギリス女王エリザベス2世よりナイトの称号を授与される。1988年にがんのためスイスのゲルツエンゼの自宅にて高い。82歳ボーツ。1963年にピエール・モントゥー・ゲオルク・ショルティと共に ロンドン交響楽団の三人の指揮者の一人として初来日。1982年には読売日本交響楽団に客演した。妻はピアニストとして著名なイルゼフォン・アルペンハイムである。モノラル時代からデジタル時代にかけて約600点の録音を残した。とりわけ、バルトークやコダーインの作品のほか、ストラビンスキーの三大バレエは評価が高い。 フィルハーモニアふんがり化を指揮して、史上初となるハイドンの公共曲全曲録音を行った。ハイドンの2つのオラトリオの録音は、メイソリストの参加と優秀録音により評価が高い。ケクランの初期の用語者で、BBC 公共楽団と、ケクランの公共誌、ル・バイイコールロングを録音している。1 9五十年代以降、マーキュリーレコードに多くの録音を残し、 代表的な録音としては、除曲1812年をはじめとする高音質、録音を数多く残した。作曲家として、公共曲第2番に代表される数多くの作品を残したほか、ヨハン・シュトラウス2世の作品を新たに編集した、バレエ音楽や、オフフェンバックの美しきエレーヌや、青髭を改編した除曲、ムソルグスキーのソロチンスクの詩などの編曲がある。 ハインツ・ホリガーのために書かれた無伴奏ーボエのための5つの商品のほか、ーボエとピアノのためのデュオ・コンチェル・タンテなど、コンクールの定番となっている、独奏曲、室内楽曲も手掛けている。ドラティは、オーケストラビルダーとしての才覚を見込まれ、いくつかの危機に瀕したオーケストラをその手腕や人徳によって救済し、失われかけた名声を取り戻すのに力を尽くした。 ドラティの自作を上演し、あるいは録音したオーケストラもある。一方で、じっとしていると失神してしまうので常に動き回りながら指揮をしたという奇妙な一面もある。ダラス公共楽団、実質的にゼロから作り上げた、ミネアポリス公共楽団フィルハーモニアふんガりか、創設当初から指導にあたり、世界初のハイドン公共曲全集や、 小田井還元楽曲全集などを録音することによってこのオーケストラの名前をとどかせた BBC 交響楽団。国別演奏会で語学賞の交響曲とマドリガル組曲を上演。ストックホルムフィルハーモニー還元楽団。BIS レーベルに交響曲第1番と交響曲第2番。平和の訴えを録音。演奏旅行を行うワシントンナショナル交響楽団。 破産の危機や団員のストライキから救出、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団デトロイト、公共楽団、世界的水準を取り戻させた。ありがとうございます。